名誉クリニックは、アメリカ合衆国ミネソタ州ロチェスター市に本部を置く、総合病院、ロチェスターの他フロリダ州ジャクソンビルとアリゾナ州、スコッツゲールに支部を置いている。また、名誉ヘルスシステムとして、ミネソタ州内のみならず、アイオワ州、ウィスコンシン州でも、病院や診療所を運営している。名誉クリニックは常に、全米で最も優れた病院の一つに数えられている。 US ニュースワールドレポート誌の全米の優れた病院2018から2019年版では名誉クリニックは1位にランクされた。名誉の統合的なグループ活動は世界中で注目されている。それゆえ過去に名誉クリニックで診療を受けた患者にはアメリカ合衆国の歴代大統領やヨルダン国王をはじめ各界の VIP が名を連ねている。 大規模な総合病院であるにもかかわらず、クリニックという名前がついていることから、小さな診療所を想像しがちであるが、この名は初期の名誉クリニックが、ロチスターの小さな診療所として始まったということから、来ている。不設の名誉医学校も含め、名誉クリニックは国内外で高い評価を受けている医療研究機関でもある。歴史的には、名誉クリニックは、 全米で初めてレジデンシー制度を取り入れ、卒業後の臨床研修におけるモデルを作り上げる、パイオニア的な存在となった。名誉クリニックの第一のバリューは、ザニーズ・オブ・ザ・ペーシェント・カム・ファーストである。また、マヨウィル・プロバイド・ザ・ベスト、ケアツ・エブリー・ペーシェント・エブリー・デイ・スルー、インタグレイテッド・クリニカル・プラクティス、エデュケーション、アンド・リサーチというミッションを掲げている。収益面では、 名誉クリニックは、ブルークロスブルーシールド協会に次いで、ミネソタ州第2の非営利組織である。2004年には、名誉クリニックは56億ドルの収益を上げた。クリニックの教育、研究活動は、医療活動での収益を財源として行われている。2004年には、クリニックは513,377人の患者を診療し、 通院患者は延べ227万1484人。入院患者は13万93人。患者の入院日数の合計は59万9002日に上った。名誉クリニックは医師への給与システムでも、アメリカ合衆国内の他病院とは一線を隠している。アメリカ合衆国内においては、通常、医師は診療した患者数に応じて給与が支払われる。 しかし、名誉クリニックにおいては、患者数に関わりなく医師の市場価値に応じて、一定の給与が支払われるシステムになっている。このシステムにより、医師は患者の回転率を気にすることなく、一人一人の患者に十分な時間をかけることができる。名誉兄弟像、名誉クリニックは1846年にアメリカ合衆国に移住したイギリス人移民の医師ウィリアム名誉を、 名誉の長男ウィリアム・ジェームス名誉、次男チャールズ名誉の3人による辺境の地での医療活動から始まった。2人の息子は最初は父親の助手として働くことで医学教育を受け、後にウィリアム・ジェームスはミシガン大学のチャールズはノースウェスタン大学の医学校をそれぞれ卒業した。卒業後、2人はロチスターに戻り、父親の医療活動に加わった。 1883年、藤田スケール会後の大規模な竜巻が、ロチスターの町を襲い、37人の死者と数千人の負傷者を出した。この時、ロチスターにはまだ病院がなかった。名誉は二人の息子及び聖フランシス女子、修道院と共に生存者の治療に当たった。その後、名誉はこの地の病院の必要性を認識し、 1889年に27床を有するセントメアリーズ病院を開設した。セントメアリーズ病院は1986年に正式に名誉クリニックと統合した。今日、セントメアリーズ病院は1100床以上を有している。セントメアリーズ病院1892年には、オーガストゥス,スティンチフィールド医師が名誉の活動に加わった。 スティンチフィールドが加入すると73歳になったウィリアム・メイオーは一線を退いた。1901年には近代医療活動の設計者として評されるヘンリー・プラマー医師がクリニックの活動に加わった。プラマーは個々人の関係書類意識を揃えた形でのカルテや相互接続の電話システムといった今日世界中の医療現場で用いられているシステムを構築した。また、 プラマーは、甲状腺の病気に関する、先駆的な研究でも知られている。名誉兄弟が外科医として優れていたのに対し、プラマーは、医療活動における診断や診療を確立させた、ことによって、名声を得た。1907年には、プラマーの後押しで、ウィルソン医師がクリニックに雇用され、診断法の研究所を設立した。名誉クリニックの創設者及びパートナーは、名誉兄弟。 スティンチフィールド、プラマーのほか、グラハム医師、ミレット医師、ジャド医師、バルフォア医師であった。パートナーは、それぞれの活動における収益を共有し、それ以外のスタッフには、給与が支払われていた。1919年、パートナーたちは、名誉資産協会を設立し、それぞれの活動を非営利組織化した。クリニックの全資産を所有する。 名誉兄弟はその全てを新たに組織された教会に寄贈した。今日の名誉クリニックの特徴である統合的なグループ活動の基礎は初期のパートナーシップにおいてすでに確立されていた。プラマービルディング名誉クリニックのプラマービルディングは建築設計会社のエラーベアンドラウンド社によって設計された。設計は全てプラマーの指示のもとに行われ、 クリニックのスタッフの意見も多く取り入れられた。1928年に完成した当時、プラマービルディングはツインシティズ外に建てられている建物としては、州で最も高い建物であった。ドービルは1969年に国の史跡に指定された。その後行われた首労の修復は高く評価されている。プラマーとエラーベアンドラウンド社の提携関係は深く、同社はプラマービルディングのほか、 1914年には、名誉、レッドビルディングを、1922年には、名誉実験医学研究所を、1954年には、本部ビルとなる、名誉ビルディングを、そして2002年には、名誉ビルディングに隣接する、ゴンダビルディングを手掛けている。また、同社は、ロチェスターメソジスト病院も設計している。名誉クリニックのロチェスターキャンパスの敷地は、 モール・オブ・アメリカの約3倍に及ぶ名誉クリニックはミネソタ州における医学教育の確立にも尽力した。1917年、名誉兄弟はミネソタ大学の医学校開設に協力し、同学に200万ドルを寄付した。1970年代にはクリニックのスタッフ医師がミネソタ大学の医学校で教弁をとっていた。1972年、 名誉クリニックは独自の医学校、名誉医学校をロチェスターに設立した。ありがとうございます。